我ら飛天聖騎軍、奈良市の修行チャンネルです。前回に引き続きですね、2回目もですね、プロレスリングノアの皆さんと、それから達人のですね、先生方と一緒に修行に励んでまいりたいと思います。そして今回から中良樹選手が、登場いただいております。よろしくお願いします。プロレスリングノアの中良樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう見てください、このタイヤ、これを使ってのトレーニングをちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけど、はい、この体を養ったトレーニング一つが、そうなんです。なんかもう、はい、結構こう体が、まあ、大きい大きいと言われてたんですけど、このタイヤ、はい、ストロングマントレーニング、ストロングマンという競技があって、はい、その一つの、種目でタイヤフリップっていうのがあって、はい、そのタイヤフリップのタイヤをもらってやっトレーニングを始めて、ストロングマントレーニングに出会ってから、なんかもう知らないところの筋肉がどんどんでかくなってきて、だからもう、まあ、基本的にタイヤとかって、まあ、持つものじゃないじゃないですか、はい、持つものじゃないと想定されているものを持ち上げる、運ぶっていう競技なんです、ストロングマンが。それで今まで使ってない筋肉が発達し始めたという、はい、しかしこれ上がるもんなんですか。これはね、ちょっとやってみましょう、皆さん、はいはい、ぜひ教えてください。はい、じゃあなんかタイヤフリップっていう、はい、これ競技だと、これをどんどん返していって、はい、例えば 20m を何秒できるか、そういう競技があって、その中、それを今僕は練習でやってで、はい、普通の、まあ、ウェイトトレーニングとかたまにしますか。あまりやったことあるんですか。はい、デッドリフトって競技なんです。デッドリフト、はい、デッドとはちょっと違って、はい、デッドとスクワットの間ぐらい、それで、イメージ的にはこの相撲の立ち合いみたいな感じです。はい、タイヤに胸を当てて前に進んでいく、はい、で、ここからは、まあ、ここまで上がったら、ウエイトのハイクリーンとかと一緒で体を全部使ってクリーンを上げるって感じですね。なんで単純にこの背中の筋肉だけじゃなくて、太ももで、ここからはクリーン、全身にグッと、はい、使うっていう動きで、胸つぶで、しっかり使ったら前に進んでいく、でここでグッと回していくっていうイメージですね。何しよう。あ、そう、このタイヤは100キロです。100キロ。まあでもこう、円なんで、なるほど、そのウェイトと違って全体に重さがあるので、はい、それをこううまく動かしていく、はい、やってみてもらいます。はい、はい、でかいっすよ。何のタイヤなんだって話ですか。はい、あ、これは結構重いっす、見た目よりも軽々やってもらいましたけど、100球だからそうです。これで前に進む、前に進む、歩いていき、胸をつけて、はい、はい、ちょっとやっていきたいと思います。そうです、おー、まあ、これ1回目だからあれですけど、結構クラクですね。これ連続して、そうですね、連続して、まあ、そのコモンと、はい、ちょっと軽々ですね、ちょっと我々軽量級だから。そうですね、でも確かに体重比で言ったらかなり、はい、前に進んで、おお、すごい、いや、すごい、さすが、やっぱこうじゃなくて、そうですね、術がありますね、こうなんか上手いこと上げる、はい、上手いことだけじゃなくて、上げるね。体に密着すると力出るから、ね、あと自分のこう自重も使いながら術やる、はい、腕はもうロックですね、はい、使わないです。下に入り込むような感じ。そうです、そうです。みんなサクサクやるかな。50キロはその倍ですから。そうですね。おー、すいません。で、はい、その数をこなされるときに、はい、まあ、大体その1セットに何回ぐらいやるんですか。
一セット僕は、この道場の、はい、この空いてる道を1往復、はい、だから結局多分、はい、1,2,3,4 このタイヤだったら1,2,3,4,8,8 とか10,10とかで、ね、20回ずつやった20回もやったらこれさすがにそうですね、ますね、はい、上げればいいって回数ですよね。そうです、ね、回数ですね、回数ですね。だから、やっぱ重いものを持って進む、運んでいくっていう競技なので心肺機能を使います。あと腹圧を使った中で足を出していかないといけないので呼吸が難しいですね。普通に持ち上げてるんですか？これ、僕は持ち上げるっていうより、投げてます。投げてます。な、何持ち上げるところじゃなく、はい、ぶん投げる、こう投げる。あ、え、スープを積み重ねる。そうです。水が拝見してちょっと、え、信じがたい、内側に離れて、なんかバーンっていった時に、はい、転がりかもしれない。内側に、はい、はい、はい、え、スープ、はい、そして反動を使ってたんですけど、本当は反動を使わずに来たんです。あ、まだできないです。ちょっと上げるところまでチャレンジして。あ、はい、まずそれはすごい練習になると思います。まず一回立てちゃった、立てちゃった、はい、立てて、で、そっち側を、こっち側で、はい、これをしっかり抜いて、じゃあ疲れです、で、腹に、そうっす、はい、一回前にグッと押してから行くと行きやすい、はい、そうっす、そうっす、そうっす、おお、そうですね、そうです、そうです、はい、はい、いやー、やっぱりですよね、これはデッド的だから、足の裏、モーラも、これが、試合で見る、ここに伝わってますね。じゃあ、バッタリー、僕だったら、ベリートゥベリやったり、いや、本当、ポイってなっちゃいますよね。ポイッと、はい、でも体の、この、はい、なんていうんですか、全部、グラッと力を上に上げてくる。全然やばい。全然絶対やばいです。そこまではいけるって感じですよ。はい。やめなさい。おっと、でも忘れてる。いや、でもこれは無理っすね。あれ、腹に乗せてる。はいはいはい。手が手が。そうか。届かないんですよ。はい、そしたらもう強制が届かない。あとはさすがに俺センス、そうっすね、後ろに自分の後ろに下がっちゃえば、あと膝で、おっ、おぉぐらい、そうっすね、あれちょっと上がった、そうっすね、反応がいいの、肉回りしてるでしょ。あれ、あー、ダメです、そうです。うわ、単純にこれは物理的な大きさ的に、大きさ的なものです。はい、一回やってみてください。あ、もう危ねえ。頑張るとヤバそうな雰囲気がありました。恐れを捨てることと、はい、よくそのストロングマンの練習行かせてもらうときに、はい、教わるんですけど、この胸郭をグッと上に、お、はい、すごい、この上げですね、もうこっから折るイメージ、はい、はい、これで、別の種目で丸太みたいなこう上げる種目があるんですけど、はい、その時にこの体を波ウェーブさせるようにっていう、はい、すげえ、これは、はい、でも僕も最初投げるときにこれこいつに首取られて後ろに裏返されるんじゃないかなって最後フォールまで行かれますね。まあ危険ではあるんですけど、
身につけるのか。いやー、マジカルで考えたら、ちょっと、はい、仰天映像ですね。ただ、はい、これは僕、投げるような投げるよう、はい、投げるよう、はい、フリップは僕、別モード、はい、えって、そうなんです、そんなの、あれちょっと、はい、拝見してます、はい、これは子供みたいな、はい、はい、子供みたいな、はい、投げるようなフリップ、はい、子供ってか、これ子供、子供だとしてお父さんお父さんだ、はい、やばこいつですね。僕が普段フリップで使ってるのはこのタイヤです。あの世代の人は分かると思うんですけど、昔あの原始人が大きい石を転がして回転するシーンがあるんですよ。それですね、確かにそうですねこいつです。こいつは、350キロ、3倍以上ですね。これで下敷きになったら助かんないですね。なんか僕が聞いたのは、はいはい、これで、あの、まあ、これ足を入れると、足を入れるんですけど、はい、その足を入れて、耐えきれずに、はい、あの、足首が粉砕されたっていう人を聞きました。はい、でも、まあ、あと、怖い硬さが、はい、あの、普通のタイヤのイメージとは違う硬さなんで、ちょっとやってますね。うわ、うわ、硬っ！あ、騎士だ。はい、騎士。あ、これは、こいつを、はい、はい、やります。意味がちょっと、いや、すでにいいや。それで、さっきと同じ動画で、はい、はい、手入れて、胸をつけて、で、最初僕もできなかった時はここまでまず上げて、はい、足を入れてどん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 下に入っていって返してます。はい、で今、はい、だと、もうこのまま一気にいきます。はい、ちょっとそっちまで倒してます。一気に、前に進んでクリーンで上げて、そのまま一瞬手入れて、うわー、やってますね。はい、はい、最後はもう膝入れないでクリーンだけでガッ。でもこれ、僕が練習行ってるとこのタイヤマスターの人は手も入れずにクリーンだけで勝たせるもので、はい、タイヤマスター、タイヤマスターに、タイヤマスターになる方がいらっしゃるんですけど、なんかこれで一人でやっていくのもあるんですけど、あ、でこう進む競技もあるんですけど、これをタイヤ返して、はい、向こう側に相手がいて、相手が返して、はい、できなくなるまで、タイヤ相撲で、タイヤ相撲、あ、ちょっと、あ、ぜひチャレンジだけしてくださいですね。そうやってこういう使い方だった。このタイヤの車ってどんな車なんですか？何せやすいで、はい、もう顎をつける、胸の、はい、はい、胸筋の上をつけて、はい、前に進んでいきます。これ体が、あ、ちょっと無理ですよって言ってます引っ掛けた段階で、疲れる前から、あ、ちょっと腰気をつけろよって感じが、前に進みます。そうです、おぉ、すみません前に進む、その立ち合いですね、おぉ、これはもう、見ただけで、石に感じますね、触ったら。これちょっと大きな株の原理で、次々増援していったら、そうです、いけると思います。あ、いや、いいっすね。ちょっとじゃあ一緒に。せーの。そうですね。おぉ、いけそう、ちょっと、いけそう。なかなか全然。せーの。おぉ、さあ、いけそう、いけそう。さあ、先生、お願いします。せーの。よいしょ。そうっす、本当に。よいしょ。うわぁ。おぉ。
いやこれがいかにとんでもないことか。いやでもこれは本当これに出会ってからいろんな体の使い方ができるようになりました。ちょっとタイヤとかぶっちゃってますけど、タイヤがタイヤじゃない、タイヤの宣伝みたいな。サブロの力じゃなくてさらにその、ね、体をうまく使っていくから、そうです、ね、両方鍛えられますね。身体はい、接着させて、そうですね、本当に技は力の中であるって感じがすごいしました。いやありがとうございました。素晴らしい。では山田選手ですね、タイヤトレーニングなどを教えていただきました。はい、はい、では元日 の、ね、はい、あの試合に向けてのトレーニングということで、応援させていただいて、ボルシングのぜひ皆さんね、会場に足を運んでご覧、はい、いただければなというふうに思います。そしてこの企画、まだもうちょっとだけ続くので、後編もお楽しみに。それでは皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。